早っわたるきんおはよう。はやいなわたるきん。いらっしゃい。いらっしゃいじゃないよ。おはよう。早くないみんな。どうしたの、まあ、こんなもんか。早くないうん。草津さんおばんです。ちょっと俺は今日草津さんのような。 人生経験豊富なおじさんに相談したいとこだマジでいいとこに来てくれた草津さんでも草津さんのような人生経験の豊富なおじさんは今の時間忙しそうだよね <laughs> 会社行かなあかんねんみたいな <laughs> 早朝回転ボンバーらいらっしゃいいらっしゃい俺も今起きたちゃま寝てないです今日 今日は、寝てなくてで昨日10時までラーメン屋だったんだけど、今日は朝の10時半からラーメン屋なんで、このまま寝ないでいこうかな。まあ、4時までだから、ギリ頑張れるっしょ。しかも、忙しいの1時半ぐらいまでだから、まあ、それを乗り越えれば、逆に暇の方が眠くなるかな。 へい,いらっしゃい。みゃまんどうなったいや、帰ってこないよ。もう、ついに帰ってこないんじゃないかな。うーん。ああ、ミスってる <laughs> もう、頭、眠ってないからかな。このさ、見えないか。ふんわりクリームシフォンって書いてあるやつ。これ、前からあったの、セブンに。で、これの隣に、カップで、 カップでフレンチトーストみたいな新しいやつがあってさ俺これ大好きだったからこれのうまさ知ってたんだけどカップでフレンチトーストか食べてみようと思って <laughs> シフォンケーキ買ってきてるわギャインジャスミンショーさんおはようございます初めて生配信あそうタイミング合わなかったこの時間だったら見に来れるってことこの時間あんまやらなそうだな ジャスミン賞さん、もしライブ配信のアーカイブ見る機会があったら、アーカイブを見て、思ったことがあったら動画にコメントしてください、それを。体力持ついや、持つでしょ。だって10時半から2時間半ぐらいだよ。頑張るの。そっからはもう仕込みですから、お客さんあんま来ないし。ミラココさん、おはよう。うん。早朝配信だよ。ちょっと寝ましょう。ジジイの提言。 話も聞かずに、じじいだな <laughs> 俺。俺の親父とかもそうだったよ。父ちゃん、つって。<laughs> 父ちゃん、今日学校でさ、なんとかかんとかだったんだけどさ、つったら、うん、お前が悪い、<laughs> 何も聞かずに。ね <laughs>、明日、明日友達に謝らればいいよ。じじい、<laughs> ジジ話聞かねえんだよな。なめてっからな、じじいは年下のこと。どうせこんなクソガキに。 大した悩みなんてねえだろっつって。<laughs> いや、朝飯ってことはないけど、ちょっと甘いもん食いたくて。カステラみたいな。いやミス連発するかなマジで。寝たほうがいいかもね。ほんと。寝たほうがいいかもね。うん。寝たほうがいいかも。まあいいや。田中正樹さ,さん、おはようございます。あの、セブンイレブンのさ、 118円ぐらいの 600ml 入ってるペットボトルのこ、こ、アイスコーヒーみたいな飲み物を知ってますかあれめちゃくちゃ、なんか、ガブ飲み、す、あれガブ飲みしたらめっちゃ気持ちいいよ。うん。なんかさっぱりしてんだよね。今まで俺、これ、これ一択だったけど、なんか売ってるセブンと売ってないセブンがある。タバコをか売ってやる、 セブンはそれ売ってないからこれ買うしかないんだよ。いや、ちょっとやっぱガブ飲みするにはきついな、こっちは。おはぱ、朝晩のネパル人いるよ。9時から15時、週5で9時から15時までしか働いてなくて。あのー。 この後仕事があるから、なんか、絶対に残業しないっていうの毎回。15時、ちょっと残れますかとか言われても、絶対に残業しなくて、15時にタイムカード押すんだけど、結局休憩室2時間いるんだよね、ずっと <laughs>。休憩室2時間寝てんだよね <laughs>。残業しろや、お前って思うんだけど <laughs>。そういう人いるよ。この人が、 俺はその人が一番好き。あの素直だからすげえ。もうだって一発一発目の会話、あなた YouTube やってるんですよねって言われて。まあ日本語がうまいっていうのもあるけど、あ、そうですよ。どんなのお金はって言われ一言目から。好きだなと思って。もうどう思われるとかいいんだみたいな。素直に聞くんだって。うん おはぱ。なんで積んだのえ、その話もしていい得じゃないんですよ。得だったらどんだけよかったことか僕、昨日でフルタイム時刻の4連休が終わり、帰ってすぐ枠を今です。頭を下げて。よかったね。何日休みがあるんですか素直やろ。ええや、うん。その人、確か日本に来て4年か5年って言ってたかなうん。 それを日本に来て25年のエリアマネージャー別のもう一人のエリアマネージャーのネパール人が「おいダメダメお金のことはダメだよ」ってずっとお金日本人的な文化をもう理解してるから日本日本レベル浅い低いの 2, 2人のネパール人のやり取りが面白かった。 うんさっきの動画良かったね。そうそういうこと。ミラココさんありがとう。でもね、でもね、ミラココさん。あの動画出した後に、地獄に落ちたんだよ、俺は。詰んだわ、マジで、完全に。じゃあ、まあ、ま、第一の壁、勃発。<laughs> 止まらんわ、これ。ねえ。ネパール人は、まあ、キャラが濃いね。 キャラがこうなんか、なんか素直だよね。やっぱほら外国人はさ、なんか感情表現がストレートって言うじゃん。そんな感じ。何を、これさ、まあ、まず今から俺が積んだ話をするんだけど、相談ではない。たぶん。 何か答えを出そうと思っても絶対出ない。だから、じゃあ何のために話するかっていうと、同じ頭に切り替えてほしいみたいな。これからは同じ頭で考えていってほしい,い第一の壁。第一の壁 <laughs>、教えてあげようか。<laughs> 俺は、 YouTube を使ってラーメン屋になるっていうドキュメンタリーを見せるっていうのがやりたいことなのねだからそれをねラーメン屋さんに相談するわけよラーメン屋さんになりたいんですけど アドっつってでさんざん話すんだけどあのラーメン屋さん的には YouTube で何かをするっていうところに多分イメージが湧かないんだよねだからラーメン屋にこの人がどうなったら一人前のラーメン屋さんになるのかなっていう視点でしか見てもらえないのよ だから結論、<laughs> YouTube やめようって言われるの <laughs>。ど、どうしよう <laughs>。で、それをね、自分なりに分析した結果、俺が今からやろうとしてることって、まだ多分誰もやってないじゃん。そんなチャンネル見たことないじゃん。あ、パイさんおはようございます。夜泣きは大丈夫ですかだからもしかしてね、 俺にアドバイスできる人が、まあ、言ったら先駆者がこの地球上に一人もいないんじゃないかなと思って。だから俺誰かからやり方を聞いたりとか学びながらやるってことが不可能なんや。 どうするどうするってこともないけど、まあ、どうするって聞いたけど絶対みんなの中にも答えはないと思うんだよで俺なりに考えたのが俺と俺はラーメン屋をになるっていう道のりを YouTube で配信してやるわけで YouTube のいいところがね失敗しても成功しても 物語は続いていくから物語としては死なないっていうのが YouTube のいいとこなのまあ Twitter とかってもう何でもそうだけど大丈夫ですよかったパイセンその脳が多分ないよねまあそりゃそっかそうやめてしまったらラーメン俺ちゃまがやる意味超半減するよね えゆ唯一の俺の武器なわけじゃん。ラーメンセンスを勝ち抜くための。<laughs> チャークにはできる。パイセン優しい。ありがとう。で、俺が考えたのは、これラーメン屋さんに通ったり、アドバイスを聞いたりとかしても、 むしろ一番答え持ってないんだろうなと思ってなんか別ジャンルで俺みたいなことをやってる人にアドバイス聞いた方がいいのかなと思ってだからむしろセブンイレブンとかのこういうのとかをこういうのって結構概念変えてるやんまあカップに入れただけかもしれんけど <laughs> だもしかしたらセブンイレブンの商品開発とかの人ならかもなそうマジでそう大谷翔平を思ったで俺が仮にね大谷君はどうしたっけって考えたのそしたら大谷君はね知らんよ実情 ないな内部でどう思ってたか知らんけど二刀流でいいよっていうところに行ったわけじゃんいないんだよね <laughs> 二刀流でいいよっていうラーメン屋さんうんいいとは言わないんだよね <laughs> 無理だと思いますって言うんだよねやっぱみんな <laughs> 難しい 別部屋の話が本当に盛り上がります。な,なる。バイぱン全然ほんと。ただね、俺が、俺の考えでは、俺がやらなきゃいけないことは、ラーメン屋さんを極めることと、YouTube を頑張ることだと思ってたんだけど、 ま youtube の頑張り方もうやってるからわかるやんだから1個は持ってるとであとはラーメンぶち抜けたらええやんつって思ってたんだけど多分そうじゃないんだよねうん。専門的な2つのことを学べばいいと思ってたんだけど違くてミックスされた一つだったんで多分何かある <laughs> 俺がやろうとしてること、みたいなことをやってる人、大谷翔平しかいないけどさ、大谷翔平はまあ、話しかけられないし、ぶち抜けすぎてて、そこと一緒って考えるのが、ここ、なんていうのあれだな。失礼というか。みんなある意味それでまず、いや、それは絶対あるんだよ。あの、昨日のさ、ライブ配信でさ、俺が言ってたやん。この、 あのコメン昨日のライブ配信見た人はわかると思うけどあのー、<coughs> さ3日前にさ、あのー、ラーメン屋さん開業したいからお金貸してくださいっていうと、あお金を借りたいと思いますっていう動画出したじゃんそしたらそれに今まで全然何て言うのあこの人いい人やなって思ってた人がいたんだけど視聴者さんなんか急にねちょっと感じが違って まあ、長文でコメントしてきてくれたんだけどようやくすると「な、まあ、めんなよ」に近かったんですよ。「なめんなよ」みたいな。でい,いろいろ話聞くとやっぱりその人はね板前さんだったんだよ。で修行してたの。うん。ってことはよその人にとったらさ自分がすごく長い期間修行して得た今の地位をさ さっきこの間までゲームしかやってなかったやつが「やりたいですお金貸してください」ってさまあお金を借りれちゃったりとか成功仮にラーメン屋さんとして成功しちゃったら自分のやってきたことって何やったんやみたいな感じになるよねだから俺が頑張れば頑張るほどラーメン屋に嫌われていくっていう <laughs> 構図<笑><笑>そう考えると既存のラーメンファンを取り込もうっていう作戦は結構難易度が高いからラーメン屋さんとかあんま興味なかったけどちゃまくんがやってることはおもろいから「ラーメン興味あります」「興味出てきちゃった」っていう新規を取り込んでいくっていう。 ことでしかファンを増やせない。<laughs> で、でもそれは俺ちょっと感づいてたの。昔、最初に考えたときに。いや、さすがに嫌だよねって。さすがに嫌だよねって思ったのよお。俺がラーメン屋だったら、俺みたいなやつが出てきたら。 結構うっぜえなって思うと思ったからだからあのラーメン屋さんになりますってビッグなこと言っといてあのバイト先の外人いじる動画しか出さなかったの <laughs> こいつアホやなみたいな <laughs> こんなやつなれるかいってこんなやつなれるかいって油断させるっていうのが作戦だったのよでその間にもう 有名どころのラーメン屋さんそのラーメン界隈のさ有名な人たちに挨拶済まして一回仲良くなっときたいと思ったのだから、まあ、半年か1年はそれやろうと思ってたんだけど最初だけどなんかいろんな状況の変化があっていやもう店やんなきゃいけないなってなったから 本気出しちゃったわけよ言ったらギア1個入れたみたいなそしたらもうこの反応むずいねとりあえずずんど買ってみてよずんど買ったら解決するかなコンサルとかも多角的に物事見るために全くの別面があるってそうだよねいやでもなんかこうやっぱお笑い俺やっててさ YouTube もやってたしサッカーゲームもやってたし お笑いは、まあ、超頑張ったけどダメだった。で、YouTube は、極めてない。いや、でも、まあ、正直、浮イレだけで10万人、家庭用の浮入れだけで10万人いってるやつ、結構極めてると思うんだけど、まあ、数字的には寂しいよね、やっぱ。その、もっと100万人とかいる人たちいるから。で、サッカーゲームは、ちょっと、まあ、胸張って極めたと言っていいと思う。この3つの、 分野を結構頑張ったんだけどやっぱね世に出ていく人は広い視野持ってんだよねでお笑い芸人とかでも漫才漫才漫才ってやってる人とかはやっぱ売れないんだよねいくらいつまでたっても漫才漫才テレビの人向けの漫才とかしていくと売れるんだけどだからすごい広い視野って大事なんだよね 2500万集められたら人やた雇ってみるのもありじゃない。え、どういうこと何か解決するかなそれ。ちゃま君のラーメン屋さんがシュアボのイニオムの胸スポンサーになってるみたいか見て。高野君パフォーマンス上がっちゃうそしたら、シュアボの人たちが恥ずかしくないかなラーメン屋さん胸スポンサーって <laughs>。それでね、頑張れるって言うんだったら、ちょっと俺もモチベーションに、目標の一つにしようかな。胸スポンサーいくらなんだろうねシュアボの。 今はそんな高くないだろうけど、俺がお金持つぐらい、胸スポンサーに金出せるぜってなるぐらい、で結構の先だから、その時にはシュワボもっと有名になって高くなってるかも。<laughs> ほう。テヤンデーさんの、その四文字熟語みたいな、読めません。三国志の登場人物ですかトータルテンボスの藤田ラーメン美味しそうだよね。何それ 富士田ラーメンってどういうこと富士田さん、え、富士田さんラーメンやってんのミラココさん、ナイスパ。ちょっとごめん、話に集中してて、目線には入ってたけど、ちょっと読むの遅くなった。今日はうまいランチでも食え。ありがとう。ランチ、ランチはバイトなんでまかないです。今日、あ俺派遣の給料、ふ、3日前に取りに行く予定だったのに忘れてたわ。 今日夜3200円でうまいもん食って忘れるわ。ナイスパーパイセンありがとう。修行してたのになんやねんは分からんでもないけど、金借りて新しいことにチャレンジできる勇気の方がすごすぎる。草津さんありがとうございます。そういうふうに言ってくれて嬉しい。いや、草津さんみたいな人って結構さ、こう、レアだよ。 やっぱ俺より上、年上の人って、もっと苦労しろって感じのコメントが多い。すごいね、こうなんか柔軟さ。まあ、昔から俺のこと応援してくれてたもんね。冷やかしてたのか知らんけど。<laughs> そういうやっぱ柔軟性はあったよね。俺より年上で、ゲーム実況に理解がある人って、そんなにいないもんな。派遣バイトの動画もろかった。トリッチさんありがとう。 ずんどうの話ですが、ちゃまくんさんが自宅で一からラーメンを作るだけで、皆さんの見え方はかなり変わると思いますよ。皆さん、いや、俺が思うに、その、皆さんっていうのが視聴者さんだったら、というかまあ、潜在的に将来お客さんになるタイプの人間、視聴者さんだったり、ラーメンファンだったり、のハートはつかめるかもしれないけど、多分ラーメン屋さんの人からしたら、ちょっとやだと思うよ。え、こいつがうまくいっちゃったら、 絶対勝てねえじゃんってなるもん。絶対勝てないからね。俺がうまくいっちゃったら。俺がうまくいっちゃったら、既存のラーメン屋さん絶対勝てないからね。マジで。理不尽な上司がいたときにチャンコの対応を参考にさせてもらいます。えいなほさん。え、俺理不尽な上司がいたら、あの <laughs>、文句言うだけだよ <laughs>。リズメで文句言うだけだよ <laughs>。 おかしくないですか言ってることっつって。絶対やめたほうがいいよ。絶対やめたほうがいい。俺もうやめようって思ってるもん、毎回。でもそのことばっか考えちゃうんだよね。さっき言ってたことおかしかったな、つって。話さないと集中できないから、次の休憩一緒になるから文句言おうってなるんだよね。ダメだよ、だから。まあ、リスペクトがあればね、我慢できるんだけど。幕末にペリーみたいな外国人を追い払おうとした侍たち。へえ。この場合のペリーは俺じゃないよね。 追い払俺が追い,払追い払われる側これは冷やかしてません。いや草津さん、なんでそんなこと言ったかっていうと、俺、さあ、草津さん的な存在の人がもう一人いるんだけど、俺より年上で、なんかこういい、いいお兄ちゃんみたいな感じで、俺のことを見守ってくれてると思ってた人が、が、なんか、ちゃうまく。 いつもいじってすいませんって言ってたからあこいついじってたんだって思ったんだよね <laughs> あ、俺のことバカにしてたんだこいつっつってだからもしかしたら草津さんもそうなのかなと思ってフリークスさんありがとうございます頑張りますでも一回ちゃまがラーメン作ってるとこ見たいよねああそのーラーメン屋さん作,作る前にみたいないやどう考えてもラーメン屋さん作ってからの方がおもろいでしょ 仮にうまく作れるんだったらいいけど、絶対うまく作れないじゃん、今。ってなったら、店構えちゃったけど、どうしようの方がいいでしょ。まあ、こんな話するなって話なんだけどさ。ネタバレになるから。<laughs> この間の意味の分からないマネージャーに対して強いメンタルで生きるチョーマくん尊敬してますいや、あの人に関してはもうなんか、全体像がつかめたから、 だってあんだけ言われてさ、俺は、ね、あの、あの日以来、あ、この人は、あの、もう信用できない、理解ができないから、この人の言うことを信じるのはやめようと思ったの。だからなんか言われても、はいはいって言いながら、他の人の意見を採用しようと思ってたの。だから、その、あの人に、マネージャーに一切俺質問しなくなったんだよ。で、そっから3日か4日ぐらいずっと質問しないでいて、5日目ぐらいで、<laughs> めちゃくちゃ暇すぎたから、一回だけ質問したの、これ教えてください、みたいな感じで。そしたら、さ、バイト終わりタイムカード押して着替えてるときに、今日嬉しかったっすよ、つっ要さんのその姿勢、かっこいいと思いますって言われて <laughs>、こいつマジでダメだなって思った、本当に <laughs>。あ,あ、バカなんだな、こいつみたいな。全然一貫性がねえな、つって。だって最初さ、もうガンガン行った方がいいっすよ、つって。 もう仕事奪うぐらい行った方がいいっすよって言われて。マネージャーがね。で、わかりました、つって。で、マネージャーの下の社員さんがいんの。で、その社員さんのと一緒になった時に、俺ガツガツ行ったら、めちゃくちゃキレられたんだよ。できないことすんな、みたいな感じで <laughs>。で、それをマネージャーに相談したの。怒られちゃったんで、つって。マネージャーの時以外は、ガツガツ行かなくてもいいですかみたいな感じで。そしたら、いや、俺は行 でもいいと思うけどねみたいな。うん、行かないとダメでしょみたいな。そこで負けちゃダメだよみたいな言われて、あー、分かりましたって言って、<laughs> で、いざ、その2日後ぐらいの仕事の朝礼の時に、そのマネージャーと俺と、ガツガツ行ったらめちゃくちゃキレた社員さんがいて、その社員さんが朝礼の時に、俺に名指しで、言ってきたの,あの。できないことやらないでくださいみたいな感じで。 言ったことだけやってくださいっつってで俺は「はいはい」って言いながらマネージャー見てたらマネージャーもこうやって「うんうん」ってうなずいてたからあ本当に意味わかんねえなと思っちゃったうんダメだなこいつと思ってマジで何も考えてねえんだろうなと思ってそっからもう俺はあこの人の言うことこの人多分その時に言いたいこと言ってるだけだと思って。 こないだこう言ったから次もこう言わなきゃとかないんだなと思ってさ、うん、まあそこまで真剣に働いてる人なんていないんだろうな、うん、俺がマネージャーでもそこまでは真剣に働かない早く終わんねっかなーって思ってる多分はい、あ、早く仕事終わんねっかな顔色良くなってありがとう やっぱ働いてるからかな、うん、ちなみにちょっとどうすんのつ俺が積んだ問題ラーメン屋さんに答えはないこれが俺の結論今んとこ ラーメンファンとサッカーファンの両方を取り込むことってできないかな。サッカーの試合をテレビで流しとくか、ライブビューイング会場に近い雰囲気。<laughs> サッカーのうも来てお店に行くみたいな感じなんか、たまにあるよね。あの、ラーメン屋じゃなくても、あの、プロチーム応援して、店を開けて応援してますみたいな。で、コアな、そこの、 例えばかフロンターレファンとかがよく行くラーメン屋とかあるよね。でフロンターレのニオームとかさ、選手が来てサイン飾ってあったりとか。そういう感じでも YouTube をやってることで各グルメ YouTuber からコラボ配信とかできるできるね。いやだから、YouTube。 俺の成功を考えたら YouTube やめるはマジでないと思うんだよね。やめるっていうか休む。休むもないよね、でもね。今この時代 YouTube 休んだら絶対復活できないよね。<laughs> 例えば1年とか、半年とか。いや、俺1ヶ月でも死ぬと思うけど <laughs>。ないよな。 とりあえず俺、ラーメン屋さんにリスペクト持つのやめようって今思ってる。うん。引っ張られちゃうから、思考が。俺がやりたいラーメン屋さんプラス YouTube っていうことを、多分やってる人がいないから、ラーメン屋さんで。別ジャンルでやってる人を探して、その人をリスペクトしよう。うん。 まあしょうがないよね。だって俺なんでラーメン屋さんやろうって思ったかってもちろんラーメン屋さんが好きで食べ歩いてたっていう下地がある上でラーメン屋さんの人たちのというかラーメン屋コミュニティのネット知識めちゃめちゃ時代遅れやなと思って。 特にラーメン屋さんが発信する情報とか SNS の使い方とか見ててこれ俺がこの人たちと同じぐらいうまいラーメン作れたら絶対勝てるなって思ったからやったんだったそれは分かるわけないよなミラン勝ったら毎週食べに行きますミランあでもミラン今強いかは積、あ、んだんだけど 8でなんか俺は結構うわマジ一から考え直しじゃんぐらいへこんでるんだけどその悲壮感がコメント欄には伝わってないよねなんか君たちのほほんとしてるねなんか 俺ってあんま可哀想じゃないよねなんなんだろうねいいことなのかないつも思うああああお鎌倉ゲームズおはようございます 何につんだのいやもうさっき説明したからすごいはしょって説明すると俺は SNS とか YouTube の使い方はたけてると思ってるからあとはラーメン屋さんのことを学んで SNS に強いラーメン屋さんっていうのを YouTube ライブを通してやれば。 勝ててるって思ってんだけどラーメン屋さんにそういうふうになりたいんですって言ったらそん,なに甘くないかそんなに甘くないからそんなに甘くないから YouTube を一旦休めって言われるの「かやめろうか」かそうなってくると師匠みたいなの持てないんで ラーメン屋さんと YouTube ライブ、ライブ配信を一緒にやってる先駆者がいないから、参考にできる人がいないんだよね。だから積んだって言ってんの。まあでもそりゃそうだよな。ちゃまくんでどんな状況でも落ち込まなそうだから、落ち込んだときにちゃまくん見ると元気出る。ありがとう。 まあそういうふうに見えてるってことはいいか。<laughs> ええやんちゃまくんがパイオニア。え鎌倉ゲームズさんはさ、ラーメン屋さんじゃん俺みたいなやつがさ、例えばみんなからさ、ラーメン屋さんやりたいんでお金貸してくださいって言ってさ、お金が集まったりとか、YouTube とかを駆使して、一気に人気店とかになったら、 ムカつかないなんか俺は普通一生懸命ラーメン屋さんやってんのになんでこんなウェイみたいなやつが人の金で人のこんな成功すんのみたいなムカつかない俺の周りのラーメン屋さん結構そういう反応なんだよねその必要ないでしょうちなみに勝つとは勝つっていうのは そう、それも思った。え、それも思ったんだよね。え、勝つってなんだろうなみたいな。勝つってなんだろうなと思って、なんとなく、俺も何も考えずに、あ、これ勝てるなって思ったんだけど、勝てるってなんだろうと思って、まあ多分世間一般的には、知名度。とかなんだろうなって思ってさ。チャンネル登録者、Twitter のフォロワー、動画再生数。とかが、 カチッとハマればグーンって伸びて勝てると思ったんだけどまあそれがでもラーメン屋さんとしての勝利ではないよなとかも思っちゃったりしていやでも俺それを何年も続けたらもう絶対世の中変わっていくと思うんだよ好きなラーメン屋さんどこですかって聞かれたら茶間麺店茶マの茶マが好きっていうやつが増えると思うんだよそしたら世のラーメン屋さんはああもう YouTube やらないと ラーメン屋ってやっていけねえんだみたいになっていくんじゃないかなみたいな、うん、そうなったら勝ちなのかな分かんないけどだから勝ちって何なんだろうとも思った漠然とる考えてたけど勝つって何なんだろうみたいな別に長く営業できたらそれが一番いいんじゃないかみたいな勝ちとかないんじゃないかみたいな でも客の取り合いじゃん、絶対。そんな細かいこと言ったら。その地区で一番になるとかは、まああるかもしんないね。でも、まああるよね。でもね、普通にね。どっかのに繁盛店、どっかのお店が繁盛したら、他の店行く人は減るもんね。和牛マフィアなら YouTube やりながらラーメンやってますよ。あ、そうなんだ。なんか、お肉の解体とか見たことあるけど、YouTube やりながらやめやってんの。 毎日やってるそれムカ <laughs> つかないちゃまくんファンだしちゃまくん色味今今みで今までいろいろ真剣に考えてるの知ってるし鎌倉ゲームズさん初の理解あるラーメン屋さんかもしれんみんなちゃまキッズやから仕事のアドバイスはできないけど心のケアはできると思うからあっそ,そうだねありがたいよねでもねありがたいよね もうそんな時代じゃないでしょ、格闘。いや、そうなのよ。そうなのよ。格闘画が YouTube やったらね、ダルビッシュだって YouTube やってんだよ。ただ真剣に考えてし難しいなと思うのは、有名になればなるほどライブ配信。あ、それはあると思う。徹底しないといけないし、なんなら、最終的に俺じゃなくて、かわいい女の子がライブ配信してるかもね。<laughs> 一番簡単じゃん男が素手で触るのは嫌だけど女の子だったらいいっていう人絶対いるじゃん俺出てないかも <laughs> メンテンちゃまをでっかくしたらそこに女の子をぶち込んで俺はひっそりともう一個ちっちゃい店作って今見てる人たちだけ楽しませるわ いやまあ利益はあの何とかちゃんが取ってくれるからみたいな <laughs> こっちは好き勝手やらしてもらいますよみたいな勝ち負けとか気にせず自分のスライドを貫いて商売していけばいいんじゃないのうんそそれでいいのかなそれでいいのかな勝ち負けとかじゃないよね確かになんか競争心とかいらんような気がする うん、確かにそうだな。勝ち負けとかいらんような気がするな。ただ、勝ち負けなのかどうかわかんないけど、あんま好きじゃないラーメン屋さんの大将とかいんの有名な人で。その人にギャフンと言わせたいっては思うんだよね。こう、グイーンって言って。<laughs> それって勝ち負けいらない感情かなそりゃラーメン屋からすればラーメン舐めるなだろうよ。それは仕方ない。いや、そうそう、仕方ない。 仕方ないね少し痩せたうーん痩せたかなんか痩せたって言われるけど体重はあでも4キロぐらい痩せたかなレオさんもサッカー未経験者がサッカーを語るいわば新しい道に進んだけど理論が正しかったから指示受けましたねシャマさんもどんなやり方でも美味しいラーメンさえ作れればそうだねやっぱ美味しいラーメンだよね結局美味しいラーメンだよね ララーメン屋もなななんかプライド高くくってきてきだらないあ昔のラーメン屋さんはそんなことなかったのかなまあ、SNS とか使って承認欲求とか満たされるからねだから一。一番くだらないのがさ、有名なラーメン屋さんでさ、なんかおきマナーの悪いお客さんとかの、なんか例えば丼にさ、紙を入れてるとか、あのティッシュをさ入れて帰ったとか。 そういうのを写真撮ってさ、ネットにさらしてさ、いっぱいリップついたり、いいねついたりとかさ、で、またその、仲間うちの、また別の有名なラーメン屋さんが引用リツイートで、これはひどいとかさ、嫌なら来るなとか言ってんのさ、もう何年前のツイッターやねんって感じだよね、ほんとね。<laughs> くだらないなぁと思って。だからぬる、ぬるいんだろうなぁと思った。 この時代の SNS 俺得意ですって思ったもうサッカーゲームというかゲーム実況で言えばどんぐらいだろうね7年前ぐらいかなその感じカメラ腕カメラ裏腕組みおじさんになっちゃいますそう見えないとこでなキャバ嬢がラーメン始めましたってツイート見たけどそういうのとコラボとかそういうのしかないか うん、全くいらん感情かでも今までにないやり方をやる以上批判されても自分の道を進むしかないそうだねいやそれはそうだと思うそうだね腹くくるか一匹オオカミでまあ見てくれるみんながいればいいやいやそれでいいのかな自分からふさみ あっちがシャットダウンしてきたらご縁がなかったって言うけどこっちからシャットダウンするのはやめよっかねもしかしたら鎌倉ゲームズさんみたいに理解のあるラーメン屋さんもいるかもしんないそういう人とは仲良くしよう和牛マヒアは肉の解体その肉の販売グッズ販売のライブを毎日ではないですけどやってるコマーシャルしないから売り上げも作れる形そうだね俺それ毎日やりたい しかもちゃんとライブ配信の良さを生かして本質的な部分でねメディアじゃんテレビじゃんぐらいのノリでしょ和牛マヒア多分自分たちでメディア持ってまーすぐらいの感じでしょライブ配信の良さってそこじゃないからね別にラーメン屋って宗教的な良さあるから SNS でも客ついてるところでいいねついててなんだかなってわかるでもそんなついてないよねその SNS 全体で見たら えだからね、あの、蒲田で一番有名なひいきっていう、まあ、家系ラーメンで一番有名かな、人気かな。で、都内でも、まあ、5本の指に入るみたいなことを言う人がいるぐらいのラーメン屋さんなんだけど、家系ラーメン屋さんなんだけど、あの、1ヶ月、移転のため1ヶ月休業しますっていうツイート、結構なニュースじゃん。いいね、200何件しかついてなかったの。 ということはよその,そのツイートに「いいね」がつかないってことは「あいいね」が「いいね」をつける人って関心があるファンじゃん多分200いいねぐらいでをつけてくれる熱心なファンがいたらあんな毎日大行列になるんだねって感じ俺的にまあ関係ないのかな SNS って意外ともう SNS 見てないやつの方が多いのかな リエモンもラーメン参入してきてますしねそうだね令和の虎応募しませんか令和の虎令和の虎みんな好きだね令和の虎とマやんとあと誰だ好きだね令和の虎かまあまあまあラーメンウルフ満月に吠えとろや <laughs> うまいこと言ってんのかなこれ。 来るもの拒まず去るものを追わずだね無理に敵対する必要はないと思う理解して協力してくれるラーメン屋だっているやろまあいるかもしれんただ今茶君が絡んでいる方たちがラーメンの作り方ガチレそもうのはかなりずさ。いやそうなんだけど結局じゃあさ俺的にさあこの人たち俺がやりたいことっていうか俺が見てる未来は共有できないんだって思ったら乗っかってもらう喜びとかはもうないわけじゃん ってなったら、もう、あなたの脳みそとか考え方とか人格とかはもう僕いらないですと。ラーメンの作り方だけ教えてくださいっていうのはさ、めちゃくちゃ失礼じゃないって思ったんだよね。失礼だよね、それって。嫌じゃないえ、俺が好きだったんじゃないの俺のラーメンが好きだっただけって。 それと失礼だよね。ちょっとがっかりポイントだよね。ってなったら、やっぱちょっと教えてくださいは結構無理なのかな、みたいな。どうなんだろう。やっぱり聞いてて思うのが、そもそもちゃまくんさんがラーメンを作れるようになるのがオープンに向けて近道だと思います。そうだね。今日休みじゃない今日10時半から。 相手がそれでいいならいいと思うんですが相手が NG なんですかいや、まあ、聞けなくないだって聞いて頭おかしいと思わないどうやって聞くそれまあ普通に聞いたら NG でしょって俺は俺が勝手に思ってるだけなんだけど今の状況で聞けるなんて聞けばいいのそれう <laughs> ん <laughs> 基本、ラーメン屋さんが誰か人を雇ってその人にもう独立に向けた応援をするっていう時に教える側の人にメデメリットはあってもメリットはないのよってなったら気持ちよくなれるかどうかだけしかないんだよ俺のことこいつ大好きだからなーっつってだ忠誠心試されるんだよだからラーメン YouTube やめろって言ってるような 気もするそうなんだよね。だから俺が金払うとかなんだろうね、多分もう金払うんでラー,メンラーメンの作り方を教えてく,れくださいみたいな。なのかなアホなふりして聞いてみるとか、実は相手も、SN、s n エッセンス聞きたかったとかもあるかもしれないし。いや、ないと思う。うん。まあ、そういう人もいるかもしれないけど、俺が今、 思い浮かべてる人はない YouTube で寿司の握り方勉強して寿司屋になった人みたいなの前に見た気がするから自分が死んでるものが勝ちにならなければいいじゃないでかなるほどね独学じゃダメなのかないやわかんないよね独学でもいいんじゃないかなうまいのが作れればただラーメン屋さんで一番重要視されるのって何だと思う そのお店に行くか行かないかどこで修行したかなんだよどこで修行したかを気にする業界ってことは誰も味分かってないってことなんだよね <laughs> そうでしょ <laughs> 言ったら学歴だよね 東大出てるからかしこいつに聞いとけば間違いないみたいな感じそりゃそうだよな食べに行くやつは素人だもんなっていうかみんなが思う普遍的なうまいみたいなものっていうものが幻想なのかもね好きか嫌いしかないのかもしんないもしかしたらその人の好みに合うか合わないか 独学で大成した方結構いますただね、ただ、あの、今、まあ今っていうか、今一番、グイーンって勢いがある人が、飯田商店っていうラーメン屋さんなの。飯田商店の大将は、ガキ大将っていう、結構、まあこう言うと失礼だけど、しょぼい、しょぼいチェーン店の店で働いてたんだよね。それが、 まあ、関東に住んでる人しか分かんないと思うけどあの車やラーメンぐらいの規模のなんかいつなくなってもまあ誰も驚かないみたいなあ,あやっぱ難しかったんだねみたいなそこも不思議なんだよねだからまあやり方次第でできるのはできるんだろうけどね でもラーメンはその人のラーメンはめっちゃうまいらしい俺食ったことないけどえなんでガキ大将で修行した人がこんなラーメン作れるのみたいな感じらしい <laughs> 基本的に鶏ガラから出汁を取るとか自宅でやってみたらいいと思いますよ自分でした経験の有無でかなり人から聞く話でも理解が含まると思うアップベースさんちょっと俺が言ってることはあんまり理解してないかもしれない ありがなんか考えてくれてるんだけどさなんかちょっと話のピントが合ってないような気がするなそれとも俺が気づいてない問題点にアップベースさんだけが気づいててあそれについてのアドバイスをしてるのかなラーメン修行サブスク来たーお金払ってなおはようどうしたのいやなんて言えばいいのあパチェコさんになんか 今更気づいたんかって思われるかもしんないけど俺がやろうとしてることをすでにやってる人がいないからラーメン屋さんにこういうことをしたいんですって言っても全く理解が得られないんだよねでなんならちょっと変な感じ <laughs> ラーメン屋が継続難しいのはその点なのかなとりあえず店出して自分なしブラッシュアップしてるうちにかそって資金繰りうまくいかなくて倒産みたいな 何の話ですか、としさん。そういうブランドが大事なのか。そう。どこどだから、だいたいラーメン屋さん、ツイッターとかで、新店とか、新しい店とかのツイートとか見たら、絶対書いてある。どこどこ出身でとか。YouTube の,あのひか、すするさんとかの動画も見たら、絶対書いてあるよ。あのこのお店はどこどこの出身ですってで。それはすするさんがそれを重要視してるってわけじゃなくて、 そういうことを言われると、多分、視聴者の満足度とか、情報へーってのは上がるんだよ。見てる人が多分大事にしてる。おはばつけ麺さん。資金調達はすごい多い。あ、もう多い,多いだろうね。よほどのラーメン好きなら気にするかもだけど、ほとんどの人はどこで修行したかなんて気にならないでしょう。 そうだねだけど今俺の規模感的にまあお金的にどこで修行したかを気にしないぐらいのほとんどの人にリーチすることができないんだよねだからまずは個人ラーメン界隈みたいなところでボーンぶち抜けてお金稼いでチェーン展開したら気にしない人たちと出会えるんだけど。 うまくいってる店ばかり目が行きがちだけど、それ以外に屍はたくさんいるけど。何の話してるんだよ、この人。もしかしてあれかなとトシさん、もしかして、ライブ止まってたりしてさ、何分か前の俺と喋ってるかな、これ。トシさん、こんにちは。これが5分後とかに聞こえてんのかなシャ君が求めるスーパー多分僕はお知らないんですけど、オペレーション時間に限りあるかもしれない。教えるし。マジで、鎌倉ゲームさん。でも、 なんかい、どんなラーメン作るかも、ちょっと一から作り直しだな、みたいな感じ。ラーメンって情報を食べさせるとか言われてます。そうだと思う。うん、そうだと思う。でも別にそれって悪いことじゃないと思うけどね。なんかそれって全然悪いことじゃないと思うよ。そのラーメン情報を食べさせる。うんい。嫌う人もいるけど。 というか、情報しか食わせられてないラーメン屋さんが悪いはずなんだけどねうん、だけどそう客を批判するんだよなごめんついさっき参加し始めたばかりで話の分あそういうことあのねとしさん すごい、まあ、何回も説明したからちょっと端折らせてもらうんだけど、説明を。まあ、簡単に言うと、俺がやろうとしてることをやってる人が他にもいないから、アドバイスがもらえる環境がない。っていうのが一点。あとさらに、まあ、そうなってくると、SNS と、SNS っていうか YouTube ライブとラーメン屋さんっていうのをの、日本柱で俺は行こうと思ってんだけど、 YouTube ライブはさ、長くやってたから自分でもある程度ノウハウあるじゃん。だからあとはラーメン仕様だけだって思ってたんだけど、あの、ラーメン屋さんからしたら、やっぱ YouTube やりながらラーメンなんてできるわけねえだろ。舐めんなって思われるから、その人たちはだって一生懸命努力してきたわけじゃん。寝る間も惜しんで。で、人ってさ、自分の成功体験でしか当てはめられないから、 そこまで頭のいい人ってなかなかいないじゃん。俺はやったことないけど、多分こいつがやろうとしてることはこうでこうで、こういうところがあって、こういうことはしちゃダメでとか考えられる人ほとんどいないから、結局自分と同じクローンを作るっていうことでしか見れないわけよ。ってなってくると、YouTube 一回やめろって言われる <laughs>。だからラーメン修業に入れない。 YouTube を一回休むっていうのは、もう SNS って基本継続だから、やめたらわ忘れられるんよ <laughs>。だから、絶対ないんだよね。それを今、今朝気づいて、集んだなって思ってんの。 そう、話すと、おう、みたいなね。お、すごいとこ、いたんですね、みたいな。鎌倉ゲームズさんって何歳ですかラーメン屋さんで18年修行って書いてありました。あれ、飲食店全体で18年かな。まあでも、それでもすごいか。あ、でも同い年ぐらいか。俺も18歳から入ってたとしたら、36歳とかくらいか。そっか、俺、お笑い10年、YouTube10 年って思ってたけど、2つあした20年だもんね。ほとんどの人が、 2つ合わす、2つやらんからな。YouTube 集客はチャマ。現場責任者が必要だパワー。1人で全部やる必要ない。いやー、それは多分面白くないと思うんだよね。だって、客寄せパンダってだけでしょ。そしたらさ、え、このチャマってやつが目立ってるけど、こいつは作ってないんだってなるよ。結構意味わかんないよ。それって。 そうなんですよ。シャムが持ち上げてるわけじゃなくていろんな成功体験失敗体験知り合いの成功体験失敗体験を共有してるから人生2週目間あるからやっぱりラーメン屋さん理解できないうんま理解できるラーメン屋さんに出会いたいマジででも多分ラーメン屋さん以外から探す方が早いと思うシャマさんおはようございますまだラーメン屋のバイト始められて1ヶ月かと思います開業資金を得ることができたとしてシャマさんの現状のスキルで資金が勝負する前にマネタイズ機きのが少し心配になりました心配な でなんかか改善策ありますか私は今40歳行ったり来たりいや行ったり来たりとかできないから <laughs> 行ったら来たりできない <laughs> ねえ40歳ってことは俺の3公上か41歳だったら4公上お姉ちゃんと一緒だ <laughs> なるほど確かに前例がないのに教える側は何も言えないよね開拓者になるのであれば試行錯誤を何度も壁に当たって道を開いていく度胸と覚悟が必要だねそうだねそう考えたらもっと遅ゆっくりステップを踏んでいくぐらいしかないんだけどスピード感って結構大事なんだよなもう少しもう少し 修行したとかがアピールできないなら、それこそ SNS や YouTube でその部分の補えば、いや、そう思ってる、そう思ってる、そう思ってる。そう思ってるよ。だから別に、どこか、どこで修行しましたって肩書きなんて最初からいらないと思ってて、でも、これはうまいって思わせるラーメンは作りたいじゃん。作れるようにならないと、小土俵に立てないじゃん。それを学ぶ場がないんだよね。 それも SNS や YouTube で補えるかないや俺はもうだから俺はだから方向転換を変えて方向転換じゃない頭を考え考え方変えてうまくなっていくラーメン屋さんっていうのを楽しんでもらえるもらえもらえないかなって思ってたんだけど 結構でもコメント欄とか、今のチャットの人たちもそうだし、動画の人も、動画につくコメントもそうだけど、うまいラーメン作れるのかって言われるんだよね。だ俺はラーメン屋さんになるってことじゃなくて、ラーメン屋さんとしての物語をドキュメンタリーにするっていうのが、俺の中のゴールだから、 最初は別にまずくたっていいのよ。なんなら最初から上手かったら、もう見せるとこないんだよ。あとはお金貯めるだけだねってなるだけじゃん。お金貯まったらやまた呼んでって感じでしょ。多分見てる人からしたら。<laughs> 41の年お姉ちゃんと同い年だ。二刀流は最初批判しかないから。いや、そうだよね。鎌倉ゲームズさん、ちょっと心の支えになってください。味方になってくれるラーメン屋さんもいるんだっていう安心感があります。 YouTube やめなくても教えてやるっていうラメンはないんかいないんかえー、いるかもしれないけど、多分、DM とかじゃ無理なんだよね。一軒一軒食べに行って、挨拶して、話を聞いてもらえる状況になって、だ結構関係性を構築しなきゃいけないから、 本音でで話してもらうまではやっぱお客さんだから俺まずまずあっちからしたら,らちょっとねその探すのにもめっちゃ時間がかかるちょっとすいませんトイレ行きたいですちょっと待っててね すいませんちょっとコメントどこからだっけ修行先地球 <laughs> そんなローランドみたいなキャラになるの俺昼営業だけにして夜営業はしない確かにでもごめんちょっと鎌倉ゲームズさんのコメントに戻るけどローランドぐらいぶっ飛んだキャラすればもうこいつが普通のラーメン屋やるわけねえなって思うのかもね うん、ちょっと、なんか、ま、r o l a n みたいな、あんな感じのキャラにするかわかんないけど、ぶっ飛び加減は学べるかも。昼営業だけにして夜営業はしないとかなら YouTube との両立はきついけどいけそうですけど、昼飲みは厳しい気がしますね。そうだね。YouTube の収益があれば、めちゃめちゃあれば、いいとは思うんだけどね。というか、むしろ <laughs>、YouTube は、 YouTube のマネタイズだけだったらコストかかんないじゃん。喋るだけだから俺が。で、ラーメン屋さんやると思ったら原価かかるじゃん。電気代とかガス代もかかるし。いや、むしろ昼営業だけにして、夜は YouTube に専念とかの方がいいのかもしんないな、うん。で、ラーメン屋さんの営業、ラーメン屋さんを続けるために YouTube で収益を。 取っていって体力をつけていくみたいなで長く続けてラーメンをブラッシュアップしていくみたいな <laughs> 個人的にはもう少し基礎知識を身につけられる環境で修行を積んでからでも遅くはないのかなと感じましたラーメン業界に詳しいわけではないですが基礎知識が乏しい段階でいきなり開業してうまくいきたい位が低いように感じましたいや え、あーさんはお金を貸そうと思ってるのそれとも YouTube の動画として面白くなるかどうかっていうどっちで話してるんだろうお金を貸そうとしてくれてるんだったらちょっと言い訳させてくださいって感じだけど <laughs> YouTube としてドキュメンタリーとして考えると 全然、いや、むしろ、一番いい状態だと思うけどね、俺は、今。何もでき、だって、めちゃくちゃ頭いいやつが、東大行きますっていう YouTube チャンネル見ないでしょ。それは行くよねって感じじゃん。でめっちゃこのやつが、企画外の努力をして、東大行きますっていう、漫画だよ、だから漫画。漫画とかで考えてみて。 前例がないことをやるのであれば誰かに教わらうと意識がする。うん。いや、そう。としさん。そうだ、そう。そう。俺も気づいた。だから、ラーメン屋さんに学ぼう。だから、今はもうちょっと考えを改めて、まずラーメン屋さんへのリスペクトをなくそうと思ってる。で、ラーメン会うもやめようと思ってる。うん。ラーメン食うのやめるわ。いや、食うのはやめ,やめんけど。 かあんまラーメンラーメンっていうよりは多分野で俺に似たことをやってる人のそばに行くことの方が大事なのかもしれない。これのラ,ラーメンバージョンかみたいな。とんかつ系で流行ってて教えてくれそうな仲間人います。北海道か。でもさ、鎌倉ゲームズさんさ、それ1日で教えてもらえるんかね例えば1ヶ月とかさ、1年とか行かなきゃいけない感じかな。まあでも別に。 YouTube が撮れるんだったら、あ、でも、北海道で、バイトを探さなきゃいけないね。YouTube だけではさすがに、食っていけない。バズればいいけど。ムックさん、おーパー。今、今来たけどどういう意味だい,いや、まず俺がやろうとしてることが前例がないから、アドバイスを聞ける状態じゃない。っていうのと、 ラーメン屋さん的には俺がやろうとしてることが理解できないからラーメンなめんなっていう感情が出てきて YouTube 一旦やめたやめないと無理だと思うって言われるっていう状況しかも職人は感覚で仕事してるので教えるのは下手なので時間かかります僕ーカは自分ができないやでもほんとそうだよね感覚感覚な言語家あんま上手い人いないよねまあ俺あん そんなにいっぱいのラーメン屋さんと喋ったことがあるわけじゃないけど飲食店って店主の人柄に客がつくような気がすぎるといやそうだよ間違いなくそう人柄だよだからラただラーメンは名刺だよねだからお笑い芸人と一緒なんだよネタは名刺だよって結局は人柄とか地形の強さとかが評価されるよって だか,だからラーメンは大事だけどラーメンに固執,固執しすぎちゃうとち他のことはできない一回タバコ吸ってますでかくらさんしてでかくらさんしてあの高い下駄履いて一本の足が一本の高い下駄履いてやろうかな 11時から15時までで150食売れるのがラーメンですから、あれですよ。コロナ後からそういうラーメンさん、あ、そうなんだ。150食売れたら、ちょっと待ってね、計算しよう。でも150食をさ、ワンオペでいける1 5 0けいくらだっけ ?600 円。9万円だ、1日。全然いけるね。売れればの話だけど。 チャマさんはドキュメンタリーがしたいということでしょうかチャマさんはドキュメンタリーがしたいっていうかあのラーメン屋さんをやることとドキュメンタリーをすることがどっちもしたくてでそれぞれがそうあのなんていうの助け合ってどっちもいい効果を相乗効果を得られると思ってるでそれは絶対間違いないうまくやれば一貫から悟空がスーパーサイヤ人3になれたら面白くないもんねそう 人柄でもお客さんつくんですけど本当にチェーン店とかになるなら CM などラーメンに興味がない人からの信用をつけるのは人柄の会社の信用になるんですよえ俺鎌倉ゲームズさん俺それちょっと異論があって会社の信用じゃなくてマジでチェーン店のチェーン店はお客さんに寄っていってるっていうだけだと思うんだけど並ばない入ってすぐ食べて食って帰れる安い近くにあるどこにでもある俺それだけだと思うんだけど 会社の信用とかあ、のかなあーでもあるのかな俺あんまり考えてないけど、一覧なら間違いないねとか。あ、でもあるか。あるっちゃあるよね。はい、俺がラーメン、例えば誰かとラーメン食べに行こうっていう時に、この人がどんぐらいラーメン詳しいのかわかんないっていう人と行く時は、チェーン店で行っかみたいな。間違いないっしょみたいな。まあそういう感じか。確かに。ああ。二つ側面があるかな。鎌倉ゲームズさんが言ってることを間違いない。間違ってはないかも。 どっちも正しいかも <laughs>。ラーメンそのものを売るんじゃなくて、ラーメン屋を目指すチャマを売るってことか。あ,あまあそう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 。で、こいつの作るラーメン食ってみたいって思わせて、来てもらう。って感じ。チャマくんさん最終目標って何ですかチャマくん最終目標。<laughs> むずいね。俺個人は <laughs>、 ちっちゃい店でもいいからそれで食っていってこういうネットの活動もしてより楽しくなれば一番いいんだけど絶対そこで落ち着いちゃうと飽きられるからどんどんステップアップしていかなきゃいけないと思うんだよねだから最終的には全国チェーン展開とかになるんだと思ってる一日は少しきついですよね1ヶ月やってみてその後は自分で消化していく感じある。なるほど骨か骨がいか <laughs> いやいや 骨か骨以外かっつったら、普通になんか分かんないけど、豚骨以外の人ディスってない <laughs>。骨っつったら多分豚骨だよね。鶏ガラとかのこと、パッと思いつかないよね。ワンオペはきついんだ。そうラ。ラーメン屋さんからの援護は、まあもらえない。うん。まあでもしょうがないよね。あっちにメリットがないから。だから金払うとかしかマジでないと思う。最低も一人、普通で3人。あー。 ワンオペは無理。どんどん美味しくなるドラマ性と、生になり立たせるための美味しいラーメン、バランス考えないは難しいね。ロードサイドとかだと違うんですよね。ラーメン屋さんの株価を見ると、えどういうことどういうことそれ、ちょっと、鎌倉ゲームさん詳しく教えてそれ。じゃあ、独学でもよくね。その試行錯誤も。もいや、俺もいいと思う。え、マジな話、俺、独学でさ、やるのどう ラーメン作ったことがない人が開業しちゃいましたっていう一本目の動画は、がおすすめに出てきたら見る。俺結構見られると思うんだよね <laughs>。俺結構見られると思うんだよね。まあラーメン興味あるからな俺。ない人は見ないか。まあでも、すするさんが百何万百何万人言ってるから、そんだけのユーザーはいんのか。 ワンオペなら20杯1時間が限界ってことは ?11、11、12、1、2、3、100杯か。100杯でも十分だけどね、多分。人柄か会社の信用かってところでの先ほどの話でした。えー、っと、アロードサイズ。あ、なるほどね。そっか、田舎だと違うのか。俺の話の仕方は結構都会の考えだったかもね。確かに、田舎だとそうかも。あ、でも田舎の人ってそうだよね。 チェーン店っぽいとこの方が行くよね。俺の地元でもそうだわ。むしろなんかうち、あの、都会のでっかいラーメン屋さんが、俺の,の村にも来てくれたみたいな意識がちょっとあるんだろうな。そうだよね。俺だって地元帰ったときさ、標準語でさ、東京から来たよって言ったら、ナンパ入れ食い状態だったもん。いっぱい連絡先聞けたよ。地元一緒なのに、わら、みたいな感じで。<laughs> 結局、チャマくんは何に躊躇してるんだえ、俺俺は、ラーメン屋さんといい関係を築いて、ラーメン屋さんで僕に何かをくれた人に、僕も何かを返して、すごくウィンウィンな関係で、上手にやっていけたら、みんなで気持ちよくなれたらいいなって思ってたんだけど、それができなくなったっていうのが悲しいって感じ。だから、 あの最初から見てない人は分かんないかもしれないけど俺,この俺今からいろいろ話するけど相談じゃないからって言ったんだよ忘れてたけど自分でも <laughs> だから多分みんなの中にも答えないけど話聞いてーっつって <laughs> じゃ愚痴です <laughs> すいません弱音です独学でいっかまあでもいや独学でいいよ「ちゃあまあ頑張れ」って言ってほしいのかいう感はある シャマくんのお店6席なら2人でも行ける独学で難しいのは味じゃなくてオペレーションとか経営全くの素人がやるとそれだけでほとんどの時間取られますよオペレーションは無理かもしんないけど経営だったらさみんながアドバイスしてくれないかなあのラーメン作るのは独学だけど店を運営するのはライブ配信してみんなに相談しながらできるんだよね だからおまあそのオペレーションとか経営とかに関してはみんなに聞けるやんそれじゃダメいいよねラーメン修業歴ゼロの男がやるラーメン店でインパクトインパクトあるよねマジでおはよう 味もむずいでですけどどプロかどうかうって個人的な思考でオペレーション、ね、オペレーションって言ってるけどさ何なの具体的に <laughs> 俺が思ってるオペレーションなのかな,なんかオペレーションってさ俺の中で接客とか全部含めてお店の動き方みたいなことなのお店でのこう動線っていうの動き方ってことなのかなって思うんだけど独学でいいよちゃうま頑張るありがとう提案でありがとうそれでいいと思う 味の細部まで教えられないですけどそれが基本か分からないですけど基本って言われてる分量なら多少好きになりますコンセプトなんて後からどうにもないと思います邪魔くんさんなら特にありがとう吉野家うまいかあその通りあそれってやっぱさ例えばじずっとやっていって効率例えば効率化を目指すとかを考えながらやっていけばいいってわけじゃないんだ オペレーションチャンネルとかねえから帰れ仕事行ってらっしゃい頑張ってね何時今俺10時半からだよ今日そっか、うん、じゃあそうなってくると今の俺の課題は といううかプレゼンの仕方が違うんだねラーメン屋修を経験ラーメン屋修行歴ゼロの男がやるラーメン店っていうインパクトを一発勝負の <laughs> 一発勝負っぽいコンテンツというかお店を開きたいんでお金貸してくださいだよね。変わってくるな話がな。 電池を違うだけで1時間杯杯作れる人60杯作れれるる人人があるあ,あるあるよねでもそれはあるよねマジで独学だと少し遠回りになると思うけど本質に近づくから深みが出そうそうだねそ,そういうポジティブな面を捉えていく方がいいのかコンセプトとか理念がちゃんとしてないラーメン屋は続かないのでは企業と同じでどうなんだろうね まあコンセプト理念とかまで考えるのかなまああったほうがでもいいよね絶対あったほうがいいけどなんか最初からというかちょっとずつできていくもんなんじゃないかなって思うけどねコンセプトは最初から作れるけどでも結局軌道修正していきそうだなっていう感じはする大きい本え大きい本屋さんとか行ってレシピ本にさ書いてあることって結構合ってるの うん、大きな会社さんの役員が言ってた理念は後からいやそうだよね理念って何かっていうと経験値がある人が経験値がない人に対して何か指導とかをするじゃんそれの簡略した言葉だよね多分ね方向性うちはこんな店ですね,ね6割信じていい6割って微妙じゃない それはさああれなの全部のレシピ本が110だとしての6割なのそれとも一冊の本の中にあるじ全部のじょ情報を10だとしてそのうちの6割ってことチャーハンは多分ないと思いますね。無理,無理じゃないですかね僕一人で。僕一人で無理じゃないですかね。 チャーハンかでもうまいよなチャーハンなんかでもさラーメンとチャーハンってさ食べる前はうまそうだけどさ食べてたら飽きてこない俺毎回思うんだよね半分ぐらい食うと白飯の方が良かったなみたいな店主の思想による全部載せれる太っ腹な方とポイントをし合いああまあそうかまあそれはあるねそれはあるよね うね。<laughs> チャーマンうんあー量が多いからかななんか俺的には味が濃くなるからみたいなさどっちも味濃いじゃんラーメンは濃い白飯は濃くないはずーっとこうやっていい感じで中和していくんだけど濃い濃いだからあ、あ、飽きるのかなと思ってたけどそういうことじゃないのかな そう口がリセットされない鼻でかしさそうそれそれ言ってんのそうだよねチャーハンは逆に俺チャーハンとわかめスープとかの方がいいもんだけどなんかビジュアル寂しいから絶対そんなの頼まないんだけど6席はワンオペじゃないかなあ、うん、ラーメンとチャーハンという概念をぶっ壊す でもぶっちゃけラーメンとチャーハンって別にそんなにうまくないと思ってるよ俺は正直さ焼肉も俺そんなにうまいうまいと思ってないんだよねというか焼肉がうまくないうま,うまいとかじゃなくて期待値よりうまくなくないなんか想像よりうまくない食い物第一焼肉って感じなんだけどなんか満足感ないんだよな ウイレ実況の時から楽しませていただいております。初コメです。チャーハンさん、持続可能なストーリーを。そう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 。ナオメシさん、ありがとうございます。心か思い。ありがとうございます。死ぬまでコンテンツ。アーカイブ見ましたが、炊き込みご飯。そう、炊き込みご飯はいいと思うけど、パンチ力がないよね。イメージとして。チャーハンと炊き込みご飯ってさ、勝負にもならないよ。多分。アンケート取ったら。どっちが好きですかでも、炊き込みご飯はガチで合う。 炊き込みご飯は鬼は鬼、まあ、ラーメンにもどんなラーメンと合わせるかにもよるかもしれんけどうん独学かただ今業界でにどの業界でもそうだけど今業界でやってる人が先輩が無理っていうことをやれたら スーパーチャンス到来チャンスっていうのは知ってんだよな。コ、う、ン、ん、パ、y ユーチューバーの働いてるラーメン屋でおすすめありますかちょっと意味わかんないですね。などういうことですか鎌倉ゲームズさん、ちゃまくんが積極することがお客様にとって付加価値になる戦略だから、並べてあげられるように2人の方がいい気がします。 営業時間だけなら5000円くらいじゃないですかね。人件費11月15時で。ああ。そうだね。一番でもいいのは、めっちゃお客さんが来るっていうか、売り上げが立つんだったら俺はもう調理をしない。で、店の中うろうろしながら、美味しいですかって話しかけていくっていうのが、俺がやりたいことなの。その、なんていうの あのお店としてお金儲けビジネスとしての武器になるとかじゃなくて俺の良さが一番生きるんじゃないかって思ってるあとは俺がやりたいそれを絶対楽しいじゃん自分がさ考えたラーメンうまいうまいって食ってる人に話聞くって絶対楽しいじゃん絶対褒めてくれるんだよ確かにチャンスも取れるそうだねまあポジティブに前向きに頑張るかそうだね うんまず俺は今日からラーメン屋さんへのリスペクトを失っていくわちょっとつしっかりとした弟子を取るところが肝になりそうなんか全然考えてなかったけど弟子とか弟子なのかなバイトの女子大生とかじゃダメなの かわい,いねっつって <laughs> 仕事できないけどかわいいねっつって <laughs> 皿洗いだけやっといてーみたいな軽く考えてたなうん軽く考えてたでしか あ、そっか。そうだね。ちゃまくんがラーメン作らなきゃいけなくなるね。あ、まあそうだね。そうだね。ごめん、さっきの話だね。さっきの話の続きだ。そうだ。さ、こないだの派遣の女の子を弟子にしたいよ、俺は。だから、ギョロメの、ギョロメの内臓が悪いおじさんにラーメン作ってもらって、こないだの、あの、原始人みたいな女子大生、 大丈夫かな、でもあの人多分裸足で働くよ多分いいかな a m や裸足でペタペタ働くけどいいかなあの人にホールしてもらってホールっていうか皿洗いとか補助をしてもらって俺はお客さんと触れ合うっていう感じかでもギョロメのおじさんはなんか体調が悪くて布団から出れない日が結構あるって言ってたからな いけるかなねうん光とかヘズマもラーメン屋だえっえ働いてないでしょ働いてんの働いてるってかコラボして目にラーメンを出してるってことだよね働いてる まあ一日働いたってことか誰だヒカルさんとヘズマさんとあと誰がいるっけその二人ぐらいしか知らないな癖強すぎて一回行くまでいや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 一回行ったらとりこでしょうねえだからいい場所に出すしかないよとりあえず入ってみようみたいな鈴木 すんなきゃもうさ終わってるでしょあれ <laughs> だってあの戦略マジで意味わかんないよほんとファンファン一切つかないよあのバズらせ方皆さん今のトレンドはいかにバズらないかですからね知ってたインターネットの立ち回り モサの人たちは今いかにバズらないいかかっててうのを考えてますからね今いかにバズらずにファンになる想定何て言うの潜在的なファンになる人にいかにリーチ率を上げるかってことを考えてるから広告収益とかで稼ぐんだったら別だけど。 SNS マーケティング的にはもういかにバズらないかだからバズる意味がねっつって茶間さん芸人の先輩でラーメンやってる人水道橋え軌道屋の水道橋の店長もっと芸人なのマジであそうなんだなんか結構,結構失礼な言い方だけど結構いいとこで働いてる人です いや個人でやってる人はいるのよ。一人でやってる人は。何人か。先輩じゃないけど。後輩とかだったりするけどさ。なんか後輩に行くのは確かにね。まあ、別に俺も後輩先輩とかそういう意識はなく行くけどさ。そこに話声をかけるってことはどっかで下心があるからやん。おはちゃま。 あ、そうなんだ。でも、多いよ。芸人でラーメン屋さんになってる人やっぱラーメンっていうのは貧乏人の味方だからな基本はまあ、今の時代そうでもないけど経理 <laughs> でラーメン好きな人めちゃくちゃ多いよやっぱあんぐらいの価格帯の方がごちそうになりやすい。 なかなかやねなかなかやねまあでもしょうがないかうんまあそういうでもそれ古時計さんの考えは多分いいアイディアだよね 芸人やってたんだったらちょっと YouTube とかやるっていうことに理解があるよね表に出て何かやってみたいな分かんないけどこれ吸ったら配信終わるねちょっと寝ていくわうん どううい俺に残された選択肢は何なんだろうね何にせよ楽しみだなつそうだね俺もなんか楽しみなんか成功することばっかりに考えて 頭を取られると俺がやろうとしていることは違うのかもしれないクロコダイルさんありがとうそうだなうんそうだな味方だな 普通に考えてさこんだけ真剣に考えてくれる人がいるのはそれだけで幸せだねそうだね人生が豊かになる方法だねそうだねでもラーメン屋さん始めて YouTube でそれコンテンツにして反応をもらいながらお店も頑張って YouTube も頑張ってって。 もう今のところ俺がやりたいことをダブルでやれるからね絶対楽しいよね俺はうまくいくかわからんまだ関係ない話だけどうん確かにねそれでいいかねまずは楽しそうに生きてるやつのところには人が集まるっていう法則があると俺は勝手に信じてるからね メニューに餅の入ったもなかとか置くのもありかなと。あれ前葉ちゃんちょっとしね。ダメだよ、前葉ちゃん。前葉ちゃんに居場所ないよ、この配信は。結果は後から。そうだね。令和のラーメン屋になって。いや、そうだよね。そうだよね。そこはブレずに行こう。新しいラーメン屋の形を作る。みたいな。 お釈迦さんありがとうございま,すまずはそれでいいと。確かに。M さんありがとう。パプリカの調子どうですか頑張ろう。なんか、そうだね。なんかみんなの話聞いてると、え、落ち込むようなことじゃなかったんじゃないかって思えてきた。うん。ね。確かに落ち込むようなことじゃないね。全然ね。全然落ち込むようなことじゃないね。 まあでもこれで落ち込む、こういうことで一喜一憂する邪魔を見せたいか。落ち込んでいこう。うん。鎌倉ゲームズさん、忙しい中ありがとうございました。ぜひまた相談に乗ってください。お疲れ様でした。じゃあ僕も、10時半からラーメン屋なんで、ちょっと寝ていきます。幸せの 階段を積んでいきましょうあんま積む積むって言わんけどなそれ積み木積み木かな分かんないけどちょっと早朝からお呼び立てしてすいませんでした元気出ましたありがとうございましたありがとうみんなみんなも頑張ってねありがとう